ははは、皆の衆、金色は、アフーバンド金色の聖の神でござる。達者で暮らしておるかな？どうも、金色は。さあ、始まりました。金色聖の神の天守閣で乾杯。本日も愉快にお届けしていきとう存ずる。あ、三人来た。皆の衆、金色は聖の神でござる。台風来てないすか？大丈夫でござるかな？聖の神でござるよ。今日もいつものように、男らしく放送していこうと思う。金色は。どうも皆の衆、金色は。平成の歌舞伎者、聖の神でござる。どうも金色は。平成の歌舞伎者と言っておられるのも、もうすぐかもしれませんな。次の時代は何ですかね？平成ではなくてね、戦国ですかね。戦国元年。なかなか勇ましいですね。いや、やっぱり、平成がいいね。ああ、どうもどうも、金色は、聖の神でござる。いやー、皆の衆達者かな？いや、もう少し集まってきてからね、姿を見せようと存ずる。お、なんか増えてきた、増えてきた。どうも、金色は。いやー、嬉しいですね。このオリンピック、もうそろそろ卓球決勝ですかな。前回のニコ生は、アイちゃんと被っておったというね。ああ、どうも、金色は。今回は水谷選手と被ってしもうたらね、なかなか大変ですけどね。しかしそこは、あえてこれを見てくださる皆の衆に、深く礼を申さねばなるまい。あ、次の年号、金色ね。あ、どうも金色は、良いですね。金色元年、良いですね。はい、すごい縁起が良さそうですね。メダルの数が増えそうでござるね。どうもどうも、金色は、あ、どうも、こんじきは、こんじき絵文字いいね。こんじきは、せーの神でござるよ。じゃあ今日も愉快にそろそろ顔見せして始めていってしまおうかのう。何やつ、なんだと、なんだだ、なんだなんだ、なんだ、くせ者、くせ者、うわ、ぐはっ、うお、くせ者、うお、手足を縛られてしまった。私は最後、この指止まれ。あなたも最後、この指止まれ。成功よ！皆さん、今日は成功の猫生だからね。私は成功、この指止まれ。あなたも成功、この指止まれ。みんな止まって！成功よ！聖の神のニコ生はもう終わり。平成と一緒に、聖の神の時代じゃなくて、これからは聖子の時代になるからね。みんなよろしくね。いくわよ。Frequency of trance, disperse, destroy, and effects. やーん。聖子よ。まあ。そう、今日からね、聖子が金色のセンターだからね。って二人しかいなかったじゃない。どこがセンターなの？もう。
みんな、セイコのこと好き？聞こえなーい。もう一回聞いちゃうよ。みんな、セイコのこと好き？ありがとう。すっごい手がぶれてる。Fake is in dance. This verse destroy. This is a test of fake is in dance. This verse destroy. This is a test of fake is in dance. This verse destroy. みんな、夜道とくせ者には気をつけてね。せいくん、せいくんよ。行きは良いよい、帰りは怖い。行きは男で、帰りは女。行きは良いよい、帰りは怖い。片道切符の命を燃やせ。そう、セイコはね、ビジュアル系だからね。これからもよろしく、セイコでーす。超手がぶれてる。セイコよ、セイコよ。セイコ止め方わかんない。あ、じーって言ってるね。セイコよ、セイコよ。止まったわー。どうもみんな、ありがとう。改めまして、金色聖子でーす。よろしくお願いしまーす。まず聖子ってなんだか知ってる？あ、どうもありがとう。さーて、聖子はね、どういう人かっていうと、じゃあまずこの素性を話しちゃおうかな。素性、素性、素性ね。素性。素性を話しちゃうよ。素性。黄色くなったわ。聖子は、聖之進の妹でーすよ。それであんまりにもぶりっ子だから城の地下牢に普段は閉じ込められてるの。で、年一回か二回封印が解けて、どうもこんじきは聖子でーす。封印が解けてワンマンとかで出てきちゃう時があるのよね。でも普段ずっと地下牢で餌食べてるのよ。ひどいわ。もうやることってネットで将棋指すぐらいしかないんだもん。で、今日、兄者の目をかいくぐって、地下牢を、糸の子で切って、ここに来たの。お花畑から放送してまーす！イエーイ！というわけで、聖子のこと、可愛いと思ってる人も、ありがとう、パチパチ。あ、選択肢に将棋がない？将棋入れないとね、笑顔やめて将棋にしよう。笑顔はね、0円サービスだからね、別に注文されなくても、出しちゃうよーん。聖子も将棋好きだもん。ありがとう。じゃあ、この中の、どれか、話していっちゃうかな。今日は、聖子の、歌はね、まあ、歌わなくてもいいんだけどね。聖子はアイドルだから、口パクでもいいんだけど、まあ、歌っちゃうよ。うん、カラオケはあるわね。将棋も、あるね。将棋。はい、将棋一票。兄者一票。将棋一票、兄者一票、もう聖子のこといらないっていうの？
セイコレアなんだからもうちょっと出ててもいいよね。うん、兄貴はね、今地下牢で暴れてるわ、きっと。私仕返してやったの。いつも地下牢に閉じ込めてね。睡眠薬とか飲まして閉じ込めていくから。今日はセイコがね、兄じゃさっき引っ張り出してね、手首とね、足と縛ってね、放り込んでやったのよ。だから、でも大丈夫。五体満足だから、兄者のことは心配しないで。今日は聖子だけ見てればいいの。いや。モノマネね。はい。そんなに怖くないよ、聖子。大丈夫。もう、笑ってる？幸せね、あなた。じゃあ、モノマネも入れとこうかな。じゃあ、一個ずつ、いっちゃうよ。イェーイ、どんどんパフパフ。さあ、世界一のぶりっ子、聖子のお届けする、天守閣で、乾杯。似合うでしょ、このカップ。ああ、美味しいわ。聖子のお友達のよしこが用意してくれたの。よしこちゃん、ありがとう。これシャッターチャンスよ。シャッターチャンス、シャッターチャンス。はい、笑顔は無料ね。このお召し物は、このお召し物は先祖代々伝わってるらしいわ。地下牢の中で朽ち果てなかったのが不思議よね。一説によると、白雪姫が、王子様に連れてかれたときに、脱ぎ捨てていったらしいわ。というわけで、じゃあ話していきます。じゃあまずは、聖子の大好きな将棋からいきますか。将棋ね。はい、将棋。一番最初に言ってくれたもんね。将棋。聖子はね、最近はね、将棋指してるわよ。全然指してなかったんだけど、聖子にもね、お盆休みがあるの。同じ地下牢の風景だけど、お盆休みがあるのね。それで将棋クラブ24にね、ログインしてね、点数500点上がっちゃったの。イエーイ！ 1500 点から1900点に戻ったわ。でも聖子、2000点超えるからね。そして、ネット将棋で金メダル取るから、皆さん、応援してちょうだいね。どうもどうもー。で、今日は、聖子のそんな自慢話、マニアックな自慢話だけじゃなくて、ロー Wi-Fi 入るのよ。で、聖子ね、じゃあ、将棋界のちょっと、イケメンの話題紹介しちゃおうかな。女の子としてね。今、将棋見る将棋ファンって見る将なんて言っててね、聖子も見る将なの。まあ、指すこともあるけどね。見る将。イケメンの将棋指し見てるだけで楽しいのよね。じゃあまずは、あっくんね。あっくんかわいいよね。こないだ結婚しちゃったわよね。でも、ちょっと福山雅治にでね。聖子も好きよ。よく知ってるわね、あっくんなんて。すごいわ。じゃあ、今、時の人となってる、この人紹介しようかな。ズズズズン。ああ、瀬川さんもいいわね。今度、金色の将棋大会に来てくれるのよ。9月24日。瀬川さん、初めてアマチュアからね、プロにね、社会人、サラリーマンからプロになった人。すごいわよ。もう会いに来た方がいいわよ。なんかでもあんまりこうやって主張するとマツコデラックスみたいになっちゃうから、もっと可憐でいたいわね、聖子。じゃあ、この人紹介しまーす。イェイ。映るかな？映ったわ。あーん、でかくなっちゃう。この人知ってる？この人、今、将棋の名人っていう一番すごいタイトルを持ってる人なの。佐藤天彦名人でーす。
ちょっと蝶ネクタイがなんか花びらで隠れてるわ。な、セイコデラックス知ってるのね。セイコね、マッチ売りの少女みたいに、最初はね、街でこう落ちぶれてたのよ。それがこうね、セイコ、靴よ。靴拾ってもらって、拾ってもらって、で、王子様にね、カボチャのね、カゴで連れてかれて、それから、出世したのよ。まあ、シンデレラストーリーってやつよね。そう、そしたらね、ただの聖子じゃなくて、聖子デラックスって言われるようになったのね。聖子 DX。よく知ってるわね、あなた。はい。で、今出てるのは、この、佐藤天彦名人ね。この人は、結構イケメンでしょ？貴族って言われてるのよ、将棋界で。ブランドの服着るのがね、趣味でね。なんかフランスかなんかね、よくわからない。すごいわね。はい、でも名人取っちゃったのよ。ハブさんに勝ってね。もう憎ったらしいったら、ありゃしないわ。はい、天彦名人でした。あ、この天彦名人が実は、そのサラリーマンからプロに入るときに、プロテストで5人と戦って、最初に対局したのがこのね、長谷川さんが、最初に対局したのがこの天彦さんだったのよね。まだ奨励会三段だったんですけどね。まだプロの卵だった時に、プロテストで天彦さんとね、今度来てくれる瀬川さんが対局したのよ。じゃあまた別の人行くわ。別の人。じゃあこの人行ってみまーす。この人も将棋界でね、よく話題になるのよね。あと一人ね、紹介するわ。王将くんもね、時々ね、ここでだけ話題になるけれどもね。他ではただ飾られてるだけよね。残念。はい、次はこの人どう？かっこいいでしょ？知ってる？名前教えてあげよっか。もうちょい貯めよっか。あ、かつ、知ってるわね、あなた。佐藤慎也さん名前出てるじゃない。もうね、ここにね。はい。結構イケメンよね。なんか若い頃アイドル目指してたんだって、この人も。この人でもね、カツラ取ると、あ、カツラって言っちゃったわ。今なんかカツラって書いてくれた人いるから。この人実はこんな感じです。将棋界もいろいろキャラ強いでしょ？こうやって見ると。すごいいいおじさんって感じよね。なんか光沢があるわね。結構イベント会場とかで、この佐藤慎也さんが対局してると、舞台上で、そう、後光が差してるわね。形勢が悪くなってきたら、こう、カツラを捨てて、にっこりみたいなね。はい。まあ、そんなシーンが見られる。まあ、脱帽っていうより脱刀よね。脱白？脱髪？まあ、細かいことはどうでもいいわね。成功でした。はい。というわけで、将棋のコーナーも終わり。将棋話すと長くなっちゃうからね。じゃあ次の話題行きましょう。さーて、何がいいかしら。あ、消えちゃった。何の話題だったっけ。あとは、では、今度は何の話題にしようか。将棋の後は、何の話題だったかな？兄ちゃんに行く前に、カラオケ！そうだ、カラオケでしたね。カラオケ行ってみますか。じゃあ、兄ちゃんはまだ戻ってきてほしくないのよね。つうか、チカローで今頃のた打ち回ってると思うんだけど、気にすることはないわ。だって歴戦の強者だもん。ちょっと鳥かぶと飲ませて眠らせてるだけだから大丈夫。じゃあ、カラオケね。カラオケ、聖子ね、好きなのよ。一人でも行っちゃうのよ。兄ちゃんも行くことあるって言ったけど。じゃあ、聖子が、一曲歌ってみようかな。じゃあ、聖子、これから金色のセンターを狙っていく。そんな身としては、やっぱりトップアイドルの曲歌ってみようと思うの。今と昔のアイドルの曲歌っちゃおうかしら。じゃあ今は365日の紙飛行機歌っちゃおうかな。あ、そういうこと飛ばさないで。
じゃあ行きまーす。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるように、そっとお願いした。時には雨も降って涙も溢れるけど、思い通りにならない日は明日頑張ろう。ずっと見てる夢は私がもう一人いて、やりたいこと好きなように自由にできる夢。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。風の中を力の限り、ただ進むだけ。その距離を競うより、どう飛んだか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ心のままに、365日。どうもありがとう、せいこです。では、ありがとう。思ったよりうまいってせいこ、見くびってたわね。まったくもう。じゃあ今度は一瞬サビだけ昔のトップアイドルの曲歌います。モノマネで歌います。じゃああれだね。松田聖子をリスペクトなのよね、聖子。まあ、だから聖子なんてそんな安直なことと思って。その通りよ。まったくもうお見通しなんだから。じゃ、聖子が聖子の真似やりまーす。私が本物だけどね。赤いスイートピー。前歌ったからちょっと違うの行こうかな。行くわよ。そう、乗りツッコミ。なんて題名だったか忘れちゃった。でもこれ行こう。あなたに会いたくて、会いたくて、眠れぬ夜はあなたのぬくもりを、そのぬくもりを思い出し、そっと瞳閉じてみる。愛してるとつけたくて。どうもありがとう。そうだ、あなたに会いたくてだったわね。そのまんまじゃないの。なんで思い出せないのかしら、もう聖子のバカ。どうもありがとう。さて、じゃあ次の話題は、あ、どうもありがとう。パチパチ多くてあったかいわ。嬉しいわ。あ、でもなんかもう、なんか、チカロウの方でのそのそ言ってる音がする。あいつ起きてきちゃったのかな。もう、聖子ずっと出てたいんだけど。私、みんなのこと愛してるからね。また、今はもう、星に帰らなくちゃいけないけど、コリン星ね、セコリンの星ね。おお、嬉しいわ。俺もなんて言ってくれて嬉しい。今度聖子のライブ来てね。今時期のライブはいいから。ちょっと遠いわよ。ありがとう。もう聖子泣いちゃう。バイ。はい。聖子ね。コリン星にこれから帰るけど、みんな、絶対忘れないでね。聖子も忘れない。じゃあ、兄者、呼びたいっていう人もいるみたいだから、あ、最後5分しか残ってないけど、アニちゃん、ちょっと起こしてみるわね。来るかな？どうかな？
なんか通ったのと、ちょっと今日は、髪が七三分けだ。寝ている。そんなことはどうでもいい。どうも、今時期は、ジキルとハイドで、言えてみようであるな。聖の神でござるわ。乳首が見えてる。まあ、やばいやばい。さーて、行こうか。皆の衆、今時期は、どうもどうも。はい。なんかちょっと髪が、サラリーマンと変わらぬな、これではな。よし。ちょっと、立ってるつもりで、そういう体で、行こうか。うん。聖子は、そう簡単には、脱がないと思うぞ。奴は清純派であるからな。いやー、皆の衆、こんにちは！どうもありがたく幸せ。なんかちょっと我には似ても似つかぬメルヘンな空間でござるが。まあ、その辺はご容赦くだされ。彼女の好みだな、これはな。どうも、こんにちは。いやー、帰ってきたぞよ。じゃあちょっと惜しい曲ね、あと5分しかないけど、行っちゃおっか、なんかね。何がいいか？あれ行こうか、あれ。あれ行っちゃおっか、あれ。よし。あれ行こうね。スサノオノミコト編。行くぜ！はい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 ！役も立つ、いつもや描きよう、溢れる心が空に集う。積年の罪も苦毒も、あまりく腹見て輝く。雲は映し出す、スサノオの記憶を。あやめし姫の面影も、魔物の叫びも。役も立つ、出雲や描きよ、溢れる心が空に集う。八百万の神の思いも、あまねく腹見て輝く。へい、ほ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 い、ふい！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 やつの首を震わせてやつがやってくる。ほおずきのような赤い目を闇に光らせる。を差し出せならぬ娘を差し出せ。いやだ、八人目の娘もなんとさぞかしうまかろう。やつの桶に酒をつぎ、さじきに起きて待つ。やつの首を震わせて、やつは酒を飲む。皆の衆、ありがたく幸せ。今日は妙な乱入者もおったけれども、無事最後には我で終了できて本当によかった。感謝いたすよ。では、今時期、次の祭りは今週末、日曜、池袋ウェッドゾーンでござる。来てくだされ。久々の曲もやるぞ。では、また会おう。さよなら。